欧州航空広報安全機構通省ユーロ・コントロールは1963年に設立されたシームレスで汎用ヨーロッパ的な航空交通管制を実現するための国際機関である。ユーロ・コントロールは非軍事の機構であり、2015年現在41カ国が参加しており、本部はベルギーのブリュッセルにある。ユーロ・コントロールでは、 全ヨーロッパの航空交通管制の管理と計画を行っている。政府機関、広報サービス提供組織、民間航空会社、軍、空港、その他の組織と協力して活動している。航空機がゲートを出発してからゲートに到着するまでのすべての広報サービス、戦略的な交通量管理、航空管制官の訓練、空域の地域的管理、 安全証明された技術と手順の導入、広報サービス料の徴収といった業務を行っている。ユーロコントロールは以下に示すような一連のサービスを提供している。ユーロコントロール本部ユーロコントロールのマーストリヒト港高,高度管制センターは、マーストリヒトアーヘン空港に所在しており、ベルギー・ルクセンブルク・オランダ、北西ドイツにおける24,500フィート以上の 高度の交通交通管制を担当している。ドイチェフラグセチェルンという北西ドイツにおける軍事航空交通を管制している組織もここに所在している。ムークは1972年に運用を開始した。ヨーロッパではロンドンに次いで2番目に交通量の多い管制区、管制所である。ムークでは革新的な技術と生産性向上を実現している。 新世代の飛行計画情報処理システム、ショートタームコンフリクトアラート、ミディアムタームコンフリクトディテクション、MTCD、ミディアムターム、コンフリクトディテクション、管制艦パイロットデータリンク通信、そして紙の飛行計画書によらない、管制艦の配置である。典型的には、MOOC の航空交通管制部門は1時間あたり50便以上の航空機を扱える。 平均飛行間隔は約18分で交通量のおよそ60%はロンドンパリフランクフルトアムステルダムベルリンなどのヨーロッパの主要な空港からの発着である。ユーロコントロールは欧州委員会からシングルヨーロピアンスカイの規制の一部を委譲されている。以下に加盟国の一覧を示す。括弧内はユーロコントロールへの加盟年。加盟年順。ありがとうございます。